サーカードを置くと君のブースを登録できるぞ。5枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターが決まったら設定ボタンを押し、バトルタイプを選ぶんだ。必殺技を選ぶんだ。準備完了だ。戦うキャラクターを登録するんだ。次にヒーローバッジを選んでくれ。この手はヒーロースキル決定。いきますよ。では出発するぞ。戦闘開始。正々堂々戦いましょう。試合開始です。私が自ら始末してやろう。はい、僕はバロンス。バロンス、バロンス。これは仲間のアビリティ発動です。敵のアビリティ発動です。ヒーローバッジのチームボーナス効果で、ヒーローバッジのチームボーナス効果で、ラウンド1。最初の一手は肝心ですよ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで作戦決定。ヒーローバッジのアビリティ発動です。ボトン側、アイドン確認。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動です。ボトン側バトル発生。やっ、ボタンを押せ。おかげだ。ボタンを押せ。パーフェクト。君の勝ちだ。いい攻撃だ。敵のアビリティ発動。ボトン側発動。ボトン開始。強烈な一撃ですね。はい、ボタンを押せ。パーフェクト。君の勝ちだ。やるじゃないか。敵のアビリティ発動です。はっ、次にカードを崩して受けていこう。強烈な一撃ですね。ボーナーボーナー突入。ゲス敵のチームの攻撃だ。ボトン側バトル発生。当たって。ボタン押せ。ボタン押せ。君の勝ちだ。ガード成功。この程度ですか。もう限界だ。敵の攻撃を開始します。バイバイバイ。ボトン玉、仲間のアビリティ発動です。こんなもんじゃねえぞ。どういったら行けてやろうか。敵のアビリティ発動。ラウンド2。ヒーロースキル発動。ヒーロースカンサーの基本効果で仲間のアビリティ発動です。ここまでだ。それが力の差だ。巨大な成功だ。お前たちもここまでだ。彼はこの局面をどう見ます。どうぞ。作戦決定。敵のアビリティ発動です。なんて凄まじい気だ。スーパーカウンターアビリティ発動。来なさい。敵のアビリティ発動です。ボトン側、はい、と確認。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動です。ボタンを押せ。
成効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。ここからは発動。僕の鍵に試合でしたね。破壊神たちも満足したことでしょう。身のほどが理解できましたか。これが今回のスコアだ。ドラゴンボールヒーローバッ、おめでとう。ランクインしたぞ。